もうする。もうする。日本での報道などでの表記は通常もする。アルマゼル、またはアッシリア語、ニネワは、イラク北部の中心的な都市。古代のニネベの遺跡と、世界有数の石油生産で知られる。バグダードの396キロメートル北西にあり、北緯36度22分、統計43度07分。市街は、チグリス川の両岸に広がり、 五つの橋で結ばれている。ニーナワー県の県と、モースル市の住民は、ほとんどがムスリムのアラブ人で、クルド人が統治するクルディスタン地域に近接している。モースル一帯に古くから多く住むクルド人は、モースルも元来は、クルディスタンに含まれる重要都市として認識しており、複雑な民族、政治、宗教問題も抱える。このほか、 主要な少数民族にはネストリウス派キリスト教徒のアッシリア人やトルクメン人が挙げられる。1987年の市の人口は66万4221人で、2002年の調査では173万9800人と見積もられるほど激増していた。2014年6月以降の過激派組織アイッセル。 による統治と、その後の2016年から2017年にかけて、行われたモースル奪還作戦の戦闘により、市外は荒廃した。イラク政府による解放後、アイセルが抑圧していた文化、芸術活動が再開されるなどしているが、復興は遅れている。イスラム教スンニ派が多いモースル住民には、シーア派が主導するイラク中央政府が、 モースル復興を軽視していると不満を抱く者もいる。薄地の織物モスリンはもともとこの町で作られ、名前もモースルの名に由来している。その他、歴史的に重要な輸出産品は大理石である。マルコ・ポーロもこの町を訪れ、東方見文録で研究している。モースル周辺は、チグリス川とユーフラテス川の両方に潤される、記憶な平野で、アラブ人は、 北メソポタミアに位置する、この地をジャズイーラ、島と呼び、穀物や果物の豊富さを称えてきた。また、古くから石油が湧くことでも知られており、石油に浸かると薬効があると信じる人々が集まった。石油は、タールやアスファルトの原料、また工場船の際にはせめてに石油を浴びせて、燃やしたり、城壁を燃やして、崩し城に侵入したりするなど、主に軍事用として使われていた。 モースル周辺は少なくとも8000年前から人の居住があった。モースルの位置する北メソポタミアよりさらに北の高原地帯、アッシリアはアッシリア王国誕生の地となったが、その最盛期を迎えたのはモースル周辺を首都とした時代だった。モースルはアッシリアによって主要都市ニネベ、現在のニネワの町の対岸にあたるチグリス川岸で、クリートの丘の上にある砦として作られた。 紀元前850年頃、新アッシリア王国のアッシュール・ナチル・パル2世は、モースルのすぐ南にあったニムルドの町を自分の首都を建設する地として選ん。首都は一旦トゥルシャルキンに移ったが、紀元前700年頃、センナケリーブ王はニネベを新しいアッシリアの首都とすることを決めた。モスルに歩くユンジクの土塁は、ペルシャやメソポタミア、シリアを征服した。 世界帝国アッシリアの最盛期を築いた、センナケリブ王とその早々アッシュール・バニッパル王の宮殿の後である。またニネベは旧約聖書のヨナ書の舞台にもなるなど、その名はよく知られている。アッシリア初期の砦の上に建てられたモースルは、アッシリア滅亡後ニネベの後を継ぐ都会となり、ペルシャ帝国の中心からシリアやアナトリアを結ぶ、道のチグリス側と仮点として栄えた。 モースルは、紀元前6世紀には重要な交易拠点となった。短期間ローマ帝国に支配された後、サーサーアン・アサ、ペルシア帝国の一部となった。637年に、第二代政党カリフーマルイブンイコールハッター部が、率いるムスリムのアラブ人たち、アラブ帝国が、サーサーアン・アサに大打撃を与え、その年のうちに、ムスリムの支配下に置かれた。 イスラム史上最初の世襲イスラム王朝であるウマイヤ朝は8世紀にモースルをメソポタミアの首都に定めモースルは繁栄の絶頂を迎えたその後のアッパース朝時代もモースルはインドペルシャ地中海を結ぶ戦略的位置から重要な商業都市であり続けたアッパース朝衰退後は890年にアラブ遊牧民 ベドウィンのハムダーンがモースルを首都に、ジャズイーラを支配し、ペルシアから来たブワイフ朝と戦ったが、10世紀末にはブワイフ朝に屈し、し、990年にアラブ系のウカイル朝にモースルを奪われた。11世紀後半、この地はマリクシャー率いるセルジューク朝に接見されて征服されるが、セルジュークの急激な西方への拡張は、西をキリスト教諸国による十字軍を呼ぶことになる。 1127年、十字軍国家がシリアとパレスチナを支配していた時代、それまで、セルジューク長の地方政権、アタベク政権が入れ替わり立ち替わりを収めていたモウスルは、新しいアタベクザンギーによる強力な政権、ザンギー庁の中心となり、やがて十字軍への反抗の拠点となった。ザンギー庁は、ザンギー氏後、モウスルとアレッポ、シリアの二つに分かれた。 十字軍と戦ったシリア側に対し、メソポタミアのモースルの方はシリアに距離を置いていた。シリアのザンギー朝の後を継いだサラディンは1182年にモースルを征服しようとして失敗した。その後、13世紀にフレグ率いるモンゴル帝国が侵攻してきた際、大主マリクサーリーフは反抗の意思を示したため、牢城戦の末に町は降伏し、住民は虐殺され、 モースル完全に破壊された。あとに、オスマン帝国時代、ジャリーディ家の支配の下でモースルは再建されて、再び重要都市となったが、かつてのような栄光は戻らなかった。オスマン帝国のモースル支配は、1623年に、サハビー・アサペルシャの最盛期を築いた、アッパース一世による征服で中断されたが、彼の死後に奪還し、第一次世界大戦に敗れた。 オスマン帝国が崩壊る1918年まで及んだ。オスマン帝国は現在のイラクとなる地域をバグダードとバスラ、そしてモースルをそれぞれ州都とする3つの州として統治していた。モースルはネストリウス・派キリスト教徒の歴史的な中心地でヨナを含む数名家の旧約聖書の預言者たちの墓所がある。ヨナの墓所は キリスト教徒とイスラム教徒の両方から重要視され、もともとはネストリウス派教会だったが、現在は、モスクとなっている。他にも、ニネベの滅亡を予言したナホムの墓所とされる墳墓、真議不明もある。第一次世界大戦で、イギリス軍は1918年10月に、オスマン帝国と戦い、モースルを占領した。第一次世界大戦末期、イギリスとフランスは、 交戦するオスマン帝国領を分割支配する協定、サイクスピコ協定などを結び、現在のイラクにあたる地域はイギリスの勢力圏と定められた。大戦が終結した時点でも、モースルとその一帯は依然としてオスマン帝国の支中にあったが、イギリスはセーブル条約により、モースルを放棄させ、1921年に前日の3週を合わせて、 イギリス委任党治療メソポタミア、イラクを成立させた。モースル地域の権利を主張するトルコ共和国は委任党治療イラクと争ったが、イラクのモースル領有は1926年に国際連盟で確定した。モースルの陸路でヨーロッパとインドをつなぐ戦略的重要性は海運で大量の物資を運べるスエズ運河開通後に薄れたが、都市の運命は 石油の発見と1920年代後半以降の開発で大きく蘇った。モースルは石油をトラックやパイプラインでトルコやシリアに運ぶ拠点となった。キュアラー・キューラー石油生成所が都心から車で1時間以内の場所に建設され、道路建設計画のために石油を生成していた。この生成所はイラン・イラク戦争で損傷したが破壊には至らなかった。 モースルはまた、モースルダムや、近隣の火力発電所を抱えるイラクの、電力供給の鍵となる地域である。モースル大学の設立は、この一帯の人々が高等教育を受ける機会を作り出した。多くの学部を抱え、特に優秀な工学科と言語学科で知られている。第二次世界大戦後、イラクはイギリス支配から独立した。モースルの人口の大部分を占めていた。 クルド人の存在は、イラク大統領サッダームフセインに、反クルド軍事行動を起こさせる契機とな。特に湾岸戦争後に、クルド人が、中央政府に対する反抗を試みた1990年代には、軍事行動が激化し、運動は、失敗に終わった。その反対性運動失敗の結果として、米国と英国が介入して、北緯36度線以北に、 北部飛行禁止区域、1991年から2003年が設定され、イラク北部及び北東部の帯状のクルド人、居住地域は、クルド愛国同盟と、クルド民主党の手に落ち、この地域で、自治、事実上の独立を開始した。モーソルは、クルド人自治区の手に落ちなかったが、この飛行禁止区域には含まれていた。禁域は、サターム・フセイン政権に、 クルド人地域とモースルに対する大規模な軍事作戦を起こさせない役割を果たした。しかし、サッタームフセイン政権は、モースルに陸軍第5軍団を中させ、国際線の就航可能な空港を軍の支配下に置き、市民から大量に徴兵を行った。また、各自治体の主張には、軍人がつくなど事実上、イラク軍の統治下にあった。 そうするとその一帯の村々は、アラブ人を主体として、クルド人、アッシリア人、トルクメン人、少数のユダヤ人、その他孤立したヤズギ教徒などの混合地帯であった。2003年のイラク戦争で、アメリカはトルコに駐留させていた軍を、イラク北部に突入させて、モーすを占領し、戦略的に死活的な均衡の油田を確保する、つもりだった。しかし、 トルコ政府はこの作戦を了承せず、2003年3月の開戦後、アメリカ軍はモーソルに空爆と特殊部隊の降下を行った。バグダード陥落の2日後、米軍との交渉により、モースル防衛の任に当たるイラク軍第5軍団が降伏したことに伴い2003年4月11日に無欠占領された。クルド人兵士はトルコに対する警戒のため、すぐさまモースルを占拠した。 トルコは、クルド人の独立への試みと、それに対するトルコ南部やシリア東部のクルド人の、同情を恐れていた。アメリカの占領軍は、クルド人兵士を退去させた。2003年4月15日、米軍部隊は、モースルで、反占領デモを行う群衆が石を投げ始め、米軍の占拠するビルに発砲したため、群衆に発砲。少なくとも10人のイラク人が殺され、 多数が負傷した。2003年7月22日、サンターム・フセインの息子、ウダイ特裁が、モースルで、米軍を中心とする多国籍軍の攻撃で、殺害された。一方、市外はイラク戦争、イラクの自由作戦のための米陸軍第101空挺士団の作戦基地として使われた。第101空挺師団は広範囲にわたって、町を調査し、他の部隊や NGO、 市民の助言をもとに、ーする市民を雇用しての市外再建作業に取り掛かり、電気や上下水道や道路の再生、お水やゴミ清掃などの活動を行った。2004年12月21日、14人の米軍兵士と4人のアメリカ人、ハリバートン社勤務、4人のイラク人兵士が、ーするの米軍飛行場内にある前線作戦基地の食堂に対する攻撃で殺害された。 国防総省は、イラク軍の制服のもとに爆発物をつけたベストを着た人物が施設に入り自爆テロを起こした可能性が高く、死者の他に72人がこの攻撃で負傷したと発表した。イスラム過激派組織、アンサール・アルスンナ軍、アンサール・アルイスラムの下部組織はインターネット上で犯行声明を出した。2014年6月9日、アイスセルが モスルの政府施設などに攻撃を仕掛けて選挙。警察署も放火され機能を失い、街全体が武装勢力側に掌握された。イスラム教スンニ派を報じるアイスセル側は、市内に居住するキリスト教徒に対し、同年7月19日までに改修、納税、退去のいずれかを求めたことから、多数のキリスト教徒が市内から脱出した。アイッセルは、支配したモースル一帯を、 ニナワ州と名付け、シャリーアに基づく行政を実行した。従来の公務員や弁護士などは失職する一方で、医師や技術者などは逃亡すれば財産を没収するおとして逃亡を阻止した。シーア派住民の財産は没収された。2015年1月31日、アイッセルが1月初頭、本を焼くために、イラクのモスル中央図書館を攻撃したと報道された。 子供向けの本や詩集、哲学書、医学書、科学書など、約2000冊を、図書館からトラックで生んだしたとされる。2015年2月18日、イラクのハキム国連大使が、アイッセルが殺害された、民間人の体から臓器を取り出し、資金作りのため密売している疑いがあると指摘し、モスルでは、遺体から臓器を摘出することを断った、医師12人が殺害された。 との情報もあると話した。クルド民兵組織は、アイッセルがモースルを占領しているのに対抗して、近隣の石油都市キルクークを支配している。モースルやキルクークは共に、石油埋蔵量が多く、勢力拡大の資金源とするために、アイッセルとイラク中央政府、クルディスタン地域政府による争奪戦の対象となった。米英やフランスなどが2014年末からアイッセル、 支配地域への空爆と、イラク中央政府、クルド人勢力に武器援助を始めたために、クルド側が有利になってきている。2015年2月には、モースルの美術館にある7世紀にネベ、メソポタミアの石像などが、イ豆兵士たちに破壊された。2016年3月25日、イラク政府は、モースルの奪回作戦を開始したと発表した。軍と民兵部隊は、 モスルを州都とするニナワ州での制圧作戦の第一段階に着手し、4、村を取り戻した。2017年1月24日、アバディ首相は、チグリス川により、東西に分かれているモースルの東部全域をアイスセルから解放したと発表した。2017年2月19日、イラク政府軍は、モースル西部奪還に向けた作戦を本格的に開始。 モースル南部に位置する国際空港をイラク政府軍が制圧した。2017年2月28日、イラク軍合同作戦司令部のヤララ中将がモースルを東西に隔てる5本の橋のうち1本を占領したと発表した。2017年3月6日、イラク政府軍側応部隊がモースル美術館、司法機関ビル、地元警察本部、裁判所、銀行、 電気水道当局など、西部の主要政府機関の奪還に成功した。また、もうする東西を結ぶ5本の橋のうち2本を占領した。2017年3月12日、イラク政府軍、陸軍第9部隊は、市外につながる道路をすべて封鎖し、総統作戦を進め、イラク政府軍の司令官は、アップフの取材に対し、西部の大ね1、 三以上を支配下に収めたと述べた。2017年3月14日、イラクの警察部隊が、西部の旧市街地にある、モースル駅と隣接する、バスターミナルの奪還に成功したと発表した。2017年4月25日、イラク政府軍のアリー・ハーシェム補正に司令官が、ロシア連邦のスプートニク通信のインタビューに答え、モスル西部の75%を掌握していると述べた。 2017年5月4日、イラクチアン部隊の統一作戦司令部が声明を出し、モースル西部地区の奪還に向け、新たに北方での攻撃を開始したと明らかにした。チアン部隊はこれまで、主に同地区の南方から、旧市街に向け進撃してきた。2017年5月15日、イラクチアン部隊は、住民に自宅待機を求める文書の上空からの散布を、 開始した。軍や地元メディアからの情報では、アイスセルが残るのは、モスル西部の旧市街と近接する7地区とされた。2017年5月16日、イラク軍とアメリカ主導の有志連合が、モスルの西側9割を制圧したと発表。2017年5月24日、劣勢を受け、モースルにいたアイスセルの幹部全員が、キルクーク県、 アビィジャに移ったと、ロシアの RIA ノーボス地通信が報道した。2017年6月18日、イラク軍や治安部隊は、アイセルがイラクにおける最大拠点としてきたモースル旧市街へ、三方向から突入作戦を始めた。旧市街には、最高指導者バグダディ容疑者が演説したモスク、イスラム教礼拝所がある。 2017年6月21日、バグダディが2014年に国家樹立を宣言した光のモスクが爆破された。2017年6月29日、イラク軍が光のモスクを制圧。2017年7月2日、ロイター通信の報道では、イラクの反テロ部隊がチグリス川西岸の旧市街、マカオイ地区を奪還。アイッセル軍は、 残合戦を展開しているとしている。2017年7月9日、イラク軍主体の軍事作戦を統括する統合作戦司令部のヤヒヤ・ズバイディ司令官が地元テレビに対してモスルは完全に解放されたと述べた。2017年7月10日、イラクのハイダルアルイコール・アバーディ首相はモスルを完全に奪還したと発表した。 気力浮動用の半乾燥気候である。最高気温は6から9月が38度 C 以上、12から5月が20度 C 以下。降水量は6から9月がほぼゼロに近く、降水の大半は10から5月にある。欠片の気候区分では、ステップ気候、BSH に属する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。